そして6号艇は矢吹美月選手です。よろしくお願いします。え、モーター,ー21号機、えー、どうですか？ちょっと数字が。あまりこうない状態ですけども、はい、えっ、ー、とそのまま乗ってまあ、1ヶ月空いたからか、ちょっと行き足もそんな良くなさそうで、気になる部分は結構ありました。こう期間が空いてることを前提にして、はい、やっぱり調整をしていくっていうことになるんでしょうか？ そうですね。まあ、なんか直近だとしても結構あってはなかったので、はい、調整プロペラでしていきたいです。モーターのいわゆるポテンシャルというか素質みたいなものは全く感じなかった。いやどうでしょう。そんなにわからなかったんですけど、うん、プロペラ昨日乗ってから叩いたらちょっと良くはなってたんで、ああはい。反応はちょっとあったんですね。反応ははいありました、はいえー。コースのように考えていきますか。おそらく6コースと思います。スタートの目標などありました。 え <laughs> っと<ん>、スタート。いっぱいいろいろ言ってますけど <laughs>。えっと、いや、絶対のコースだろって言われたんで。はい。えっと、スタートは、行ける限り、はい、はい行きたいと思います。絶対六コースで、誰が言ったんです。かナダさんが。たぶそうですか。<laughs> はい、はい。じゃあ、あの、かなださん以上に、ハートを大きくして、はい。育て,てていきたい、ねそね。そうですね、はい。いや、ちょっとピット離れが、出ないと思いますけど、はい、たまたま出たら、ぐらいな。 はい。とても出たら取りに行きますね。まあ、まあ、本当に出たらです。であ、本当に出たね。はい、はい、危ない。はい、はい危ない。ファンの皆様ね、えー、全員期待してますが、録音でも当然です。はい、ファンの皆様に一言お願いします。はい、いそいそしっかり走ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。